他のゴールキーパーの対談した選手にはみんなにグローブ、サッカー用語を紹介してもらってるんですけど、ヒデト選手は、まあ、ゴールキーパーではないので、ゴールキーパーグローブは持ってないので、ただ、ヒデト選手は僕が一緒にやってる中で一番その体のケアのところが本当に研ぎ澄まされてるなっていう感覚があるので、今日はあのケアグッズをおすすめというか、まあ、それ、まあ、さっき見せてもらって僕も持ってるんですけど、なんか出してもらえる、教えてもらえるみたいなんで、ちょっといいですか？はい、数あるケアグッズの中の一つがこの骨盤職人で、あのこれを仰向けに寝て自分の腰のあたり、腰からお尻のあたりに入れて、ね、寝そべってるだけで、まあ、腰周りが、股関節周りがほぐれますよっていうところで、この球体になってるところの長さを変えれるので、それに適宜変化させてもらって、自分の腰の当たる場所が変わって、なんだろうな、腰周りが楽になるっていう、ケアグッズになります。いや、俺もこれ、それこそサガントスの時にさ、クラブハウスにあったじゃん、うん、で俺あの時はいや、これ別に使わないだろうなって思ってたんだけど、ポルトガルになんか持ってってみたの、試しに買って。なんか向こうでさ、やっぱマッサージとかないから、自分でやんなきゃいけないから、したらもうバカハマりしちゃってさ。まあそうなんだ、うん、今家用と遠征用と2つある。なんかね、豊田洋平選手はこれを腰に当てるんじゃなくて、こうやって座ってる椅子の下に置いて、ハムストリングの付け根に当てて、でこれでパワープレートに乗るみたいな。乗るするとよりそのハムの付け根が伸びて、こう振動で伸びて、こう足が長くなるみたいなことをしてて、そういう使い方してんだ。でも確かにその座骨のとこにやるのは俺もね、やってる、座って。あ、やってる。うん、本当。昔そのぎっくり腰とかなっちゃうことあったけど、今それやってるから全然ないもん。やっぱ腰回り柔らかくなるし。そっか、もうほんとね、ケア用品とかってもうキリないけどうん、キリないんだよね、ほんとに。もっと紹介したいものいっぱいあるけど、まずこれかなって。とりあえずじゃあ、ゴールキーパーやって、まあ、股関節周りやっぱ硬くなるから、それはじゃあその骨盤職人に戻してもらうという。うんうん、自分でケアしてほしいね、うん、ああそれ大事だね、うん、確かに。自分で僕とかマッサージとかは一切受けないし、自分で基本ケアするし、ヒデトもあんま受けないもんね。あんまりなんかがっつりがもう全然受けてない。そうだよね、うん、それでももううちらね、32と30、もう4になった？なってない、33かじゃん、33だけど、もう全然それでもプロの J1 でプレーできるんで、みんな体のケア自分で工夫してやってください。そうだね。この動画がいいなと思ったら高評価、またはチャンネル登録をよろしくお願いします。